はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は喉越し生の、アイス製法。かな？喉越し生アイスかな？アイス製法、アルコール度数 4%。夏季限定。あれ？アイス製法としか書いてない。何が何の製法なのか、何がアイス製法なのかが何も書いてないですね。あれ？これ、原材料がホップと糖類と大豆タンパクと酵母エキス。あれ？これ、原材料、これ、大豆タンパクだったっけ？大豆入ってたっけな？あれ？変わったのかな？原料。喉越し生か。懐かしいですね。これ何がアイス製法なんだ？何も書いてないのか。ググりまーす。アイス。10年目の喉越し生から新登場。暑い夏。あなたの喉に涼しさをお届けします。あ、清涼感を与える製法。喉越し生アイスはなぜヒヤッとうまいのか。秘密はホップに含まれる香り成分。喉に清涼感を与えることが分かっています。じゃあ乾杯。あ、そう言われれば確かになんか、あれだな。なんかヒヤッとする。でもなんか、あれ、喉越し生ってこれどう見てもあれだぞ。大豆タンパクだぞ、これ。この味。これは、稀に見るクソまずい、なんだっけ。稀に見た俺が第3のビルで、唯一、ね、捨てたという、逸話が残っている。あれなんだっけ？ものすごくまずかった第3のビル。今もあるけど。あれも大豆タンパク使ってんだよな。どれやったかな。もう恐ろしいほどにまずかって。あれ、キリンだったっけな。いや、キリンではないな。大豆タンパクじゃなくて、エンドウタンパクだったっけ、あれ。なんとか、タンパクっていうのが覚えてんだよな。あれ、なんだっけな。朝日だっけ。あれ、くそまずくてな。確かになんとなくこれヒヤッとしますね。なんとなく。ただ、味がちょっと俺、これ多分、大豆タンパク昔使ってなかったと思うんだよな。多分、これ、喉越し生のアイス製法は多分、この大豆タンパクっていうの原料になってますけど。これ昔、前使ってなかった気がするんだよな。朝日だったっけ？あ、朝日じゃない。キリンでもない。ってことは、サントリーか。やはりサントリーか。チョントリーか。安定のチョントリーか。これあんまうまくねえな。なんか変な酸味みたいなのがするんですよね。
こんな味じゃなかったと思うんだけど、この無駄にこの酸味の強い。あれサントリーでもない。もう終わったかな？サントリー、キリン、アサヒ、札幌？おっと、札幌かな？ジョッキ生もまずかったんだよな。うん。それは覚えてる。ジョッキ生もまずかったんだよ。あ、これです。ドラフト1。これ大っ嫌い。あまりにもまずくてね、俺捨てたんですよ、これ。で、しかも悪酔いしてね、恐ろしくない。ひどかったです。あ、これ、エンドウタンパクだわ。原材料にね、エンドウタンパクってのが入ってますね、ドラフト1ね。これはね、もう、まずいの域を超えるレベルのまずさ。ですね。まあ、喉越し生もちょっと似てるね。やっぱり大豆タンパクって。なんとかタンパクっていうのを使ってるから、あれなのかな。似た味がするね、なんか。これちょっと、身の危険を感じるまずさなんで。本当にドラフト1飲んだ後、俺頭痛くなってね、ひどかったですよ。しかもまずすぎてね、吐き気もしたしね。これね、ドラフト1ね。恐ろしいですよ、これ。個人的に。うん。個人的にはちょっとこれは、恐ろしいんで。なんか怪しいです。なんか変な酸味があるね。酸味と香りだね。喉越し生、これもそうだけど。うん。多分ね、前の喉越し生はそんなのなかったと思うんだよな。ちょっとググってみましょう。多分、タンパクなんて使ってた記憶ないんだけどな。で、あと気になるのが、種類。その他の醸造酒、括弧発泡性1になってるんですよ。普通、第3のビールって大体リキュールとか、なんか、その他のリキュールだっけな。これ、その他の醸造酒ってなってるんですよね。あれ、ちょっと、あれこんなんだったっけなみたいな。ちょっと怪しい。あ、でもやっぱり、その他の醸造酒ってなってますね。しかもやっぱ大豆タンパク使ってるみたいですね。このアイスじゃないパターンのやつも使ってるみたいです。わらー。例えば、炭切り？キリンの炭切りは？これリキュール括弧発泡性丸1ですね。やっぱなんか違うんでしょうね。おそらく。その他の醸造酒ってなってます。なんか醸造酒か。
にあんまりいい響きは俺ないですね。醸造してる酒っていうことは、リキュールよかもなんか、嫌な、うん。なんか嫌な、ね。やっぱ基本的にね、あの、第3のビルって基本リキュールって書いてあるんですよ。うん。でね。で、この喉越し生は、その他の醸造酒でしょ？で、下手したらドラフト1もその他の醸造酒の可能性が。ドラフト1。ググりまーす。これも、その他の醸造酒だったら俺も、多分、それでまずうまさの基準が分かってくる。あ、やっぱりその他の醸造酒だ。なるほど、皆さん分かりましたよ。ここ。注目すべきは第3のビールでうまいかまずいかなんですけど、ここの下あたりに、ここに、その他の醸造酒って書いてあるやつは俺は合わない。うん、基本的に。やはり、普通にリキュール括弧発泡性って書いてある。これはその他の醸造酒括弧発泡性丸1って書いてあるんですよ。多分ね、それは合わないと思う。ドラフト1もまずかったし、ものすごくまずかったし。とにかくまずかったっていうより、身の危険を感じるまずさだったね。何か、やばいまずさ。その他の醸造酒。醸造酒。で、ググりますか。ウィキペディア。2006年5月の酒税法改正により生まれた区分。醸造酒全般のうち、ビール、発泡酒、清酒、果実酒を除くものがここに分類される。このうち発泡性種類に分類されるものはその他の醸造酒と表示される。主な商品、いわゆる第3のビールの一部。ビール会社が製造販売するビールに性質が類似するアルコール飲料のうち、麦を全く使わず、トウモロコシや豆類などのその他の穀物を原料とする醸造酒。ああ、だからまずいのか。道理で。麦使ってねえじゃん、よく見たら。原材料、ホップ、普通、まあ、ねえ。大麦。普通ね、あの、第3のビールって、麦じゃなくて、大麦なんですよね。これは大豆を使ってるし、あっちのあの、ドラフト1は、トウモロコシ。じゃなくて、エンドウ豆だっけ？を使ってるわけでしょ。そういうことか。だからか。だからか、第3のビール。なるほど、俺は今後多分あれだわ。ちょっとここでも学んだけど。ね。とりあえず、第3のビールを買うときは、あれだ。その他の醸造酒。うん。買わないことにしよう。うん。だって麦じゃないもん。普通大麦なんだよ。第3のビールって、大体。
麦芽は使っちゃダメなんですよね。第3のビールだと。第3のビールは麦芽は使っちゃダメなんですよ。つまるところ麦は使っちゃダメなんです。ということは、大麦？まあ麦も大麦もまあ大して変わらんっちゃ変わらんので、やっぱり、一般的に酒の、ビールの、味に似せたい場合は、やっぱり、こんな大豆タンパクなんて、使うもんじゃないですね。やっぱり。なるほど、そういうことか。なるほどな。リキュール発泡性丸一に分類されている商品は、缶チューハイと同様の規制を受けるため、大手メーカーの商品では生の表記は行っていない。ここに書いてありますね。その他の醸造酒が、になるのが、原料を麦芽以外にする。っていうのが、あれですね。原料を麦芽以外にすると、その他の醸造酒になるみたいです。で、発泡酒に別のアルコール飲料、かっこ大麦小麦を問わない、麦由来のスピリッツや焼酎を混ぜることを混ぜるとリキュール、かっこ発泡性になるみたいです。つまり、あくまでも、俺が知っているリキュールの第3のビールっていうのは、発泡酒を、に別のアルコール飲料を混ぜて、たものと。なるほどね。で、その他の醸造酒は原料を麦芽以外にすると。まあ、これだったら、大豆タンパク。なるほどな。なるほどね。そういうことか。まあ、まあ、とりあえず、分かったこととして、俺はもう、二度と、その他の醸造酒を買わない。まあ、多分、その他の醸造酒って、多分、第3のビールの中でも、かなりマイナーな部類だと思いますね。ほとんど俺見たことないもん。その他の醸造酒っていう表記を。多分、第3のビールの中で1割ぐらいしかシェア持ってないんじゃないかな。おそらくね。多分ね、コクはないです。甘みはまあ普通ぐらい。これまずい、大体。香りがね、なんか変な香りがするんですよ。ただ変な香りが強いです。これは。強い。うまい、いいか悪いかで言うんじゃなくて、強いか弱いかでこれ評価してるんで、これ強いです。これはまずい。間違いない。変な酸味がひどい。1342です。ご視聴ありがとうございました。